とアルバムの違うことがありますので、私はメンバー全部が参加しました。はい、そしてプロジェクトも本当に可愛くて本当に楽しいです。みんな全部一緒に楽しましょう。はい。で、まあ、正式にデビューしてファンクラブができてすごく気持ちいいこともあるんですけど、なんかもっと責任感を持って頑張らなきゃダメだと思って、はい、行きたいです。8月28日火曜日日本デビューのショーケース、さらに8月29日水曜日は日本デビューミニアルバムの発売ということで、そちらも楽しみですね。はい、私たちは一応頑張って知って応援してください。以上、おまいます。